6番目はですね、皆さん障害予防のためのパワートレーニングっていう形になります。障害予防のためのトレーニングはどんなことをするのか、今までやったトレーニングの逆動作をやってください。バッター説明しますね。じゃあこう振ってインパクトを迎えますよね。こういうふうにパッ、ここで力が全部集約されますよね。当たった瞬間っていうのはこのフォロースルーって場所が出てきますよね。フォロースルーの場所を別名これ減速器って言います。加速器、減速器ですよね。減速することによって皆さんパフォーマンスが最後止まってくるんですよね。パッとかこうやって振ってきたらこっち側から力を加えてあげれば減速しますよ。筋力をつけないと減速することできないです。減速させるのは筋肉ですから。ピッチャーもそうですけど、ピッチャーって長い時間加速してきますよね、応援してここまで。だけど皆さんどうですか、減速の時間って短いですよね。なので肩とか壊しやすいですね、肘とか。減速するための筋力もない。ないんだったらどうしなきゃいけないかって言ったら、リリースをかました瞬間に一気に逆側の筋力を発揮させて腕が抜けるのを防がないとダメですよね。メディシンボールとかも大きい力でこっち投げましたよね。今度逆側に投げてあげることによって、こう投げた時にこっち側のこういうスピードが速ければより速く振るのを減速できるわけですから、グッと逆投げの強い力、大きいパワーを発揮できれば、これが障害予防につながるってことです。パフォーマンスを発揮させるためには、まあ、もちろん正しいフォームを出して正しいトレーニングをすることによって障害を防ぐこと大事です。怪我をよりしにくくするために何をしなきゃいけないかというのが僕らトレーニングコーチの役目なので、そのためには逆側のパワートレーニングをすることによって動作を素早く減速する筋力と、そのパワー、能力を作ってもらう。これが大事なことになってくるので、皆さん障害予防はのパワートレーニング、単純に逆側をこっち側に投げたら逆側も投げてください。これ絶対やってください。正しい方、パフォーマンスの改善にもいいつながりがあると思います。お願いします。